橋本七夕祭りは神奈川県相模原市で行われる七夕の祭りである。1952年商店街振興のために始まった地域一体型の七夕祭り。歩行者天国となる七夕通りを中心に開催される。最初は物干し竿くらいの間だけに短冊を吊るした素朴なものだったが近年では幼児から大学生、企業や団体などが制作する。 約250本の美しい竹飾りが通りを彩る。2019年には多くのステージで多彩なショーが行われ、七夕浴衣ファッションショーや七夕マルシェのイベントも開かれた。1982年には神奈川の祭り50選の一つにも選ばれた。主催、公演、協力、期間、場所、人で内容、その他などの結果概要は毎年8月上旬に、 相模原市 HP の発表資料で掲載される。橋本ふるさと温度の4番には、橋本七夕祭りに関する歌詞がある。1952年、橋本商店会花名店、約50件が母体となり、戦後の地域の経済を盛り上げるために、1回目を開催。イルマヤフッサ、湘南平塚七夕祭りを参考にし、7月7日前後の5日間、行われた。 後年開催時期が平塚の七夕と重なること、梅雨時期と重なり紙製の七夕飾りが濡れてしまうことから現在の8月開催に変更された。最初は物干し竿くらいの間だけにたくさんの短冊を吊るした素朴なものが年々立派で多彩な飾りとなった。昭和30年頃には七夕実行委員会を設置。最盛期は昭和40年代から60年代。 昭和50年代以降は観光客が30万人を超え平成4年の49万5千人が最高平成6年までは開催期間が4日間であったが平成7年からは3日間となっている駅周辺から七夕通りを中心に新名大神宮まで竹飾りがたくさん飾られ毎年大勢の人で賑わう橋本七夕祭りは上溝夏祭り 相模原農業花火大会とともに、相模原市の夏の三大祭りの一つに数えられている。夏の三大祭りは、上溝夏祭り、相模原農業花火、大会、橋本七夕祭りを言う。橋本七夕祭りの全体を取りまとめる組織として、橋本七夕祭り実行委員会がある。委員長のもとに、担当別に4つの部会に分かれている。 橋本駅から橋本中町までの橋本駅、北口線のことで、毎年8月に開催される、橋本七夕祭りのメイン通りになっている。橋本駅北口地区地区第一種種が一、再開発事業では、橋本七夕祭りなどのイベントが行いやすいように、七夕飾りの竹を設置する、マンホールなどの道路が整備された。なお、1994年に、 七夕通りの照明の光源は、橋本七夕祭りの光源と調和するよう、暖かみのある色を使用することなど、デザインガイドラインが定められている。JR 横浜線、相模線、京王相模原線、橋本駅から徒歩1分。ありがとうございます。